リシャルト・カプシチンスキ。リシャルト・カプシチンスキ。1932年3月4日から2007年1月23日はピンスク出身のポーランド人、ジャーナリスト、作家、新聞社通信員。世界中から20世紀の最も偉大なジャーナリスト、最も世紀にあふれた報道記者と評価される現代ジャーナリズムの巨人。カプシチンスキは 1932年3月4日、当時東、ポーランド領だった、ピンスク、ゲンベラルーシ領に生まれる。彼は教育者の家族の中で育った。1940年、シベリア奥地になる寸前のところで母親と共に逃亡。父親は、カティンの森事件に送られるはずであったが、輸送の列車から逃亡を図り、ワルシャワの郊外で家族と再会する。 1945年、カプシチンスキと家族はワルシャワに移った。1952年にワルシャワ大学で歴史学を学び始め、同級生だったアリゼア・ミエルチャレックと結婚。1955年、初めてアジアに赴き、ジャワ島での非同盟諸国会議についてのルポルタージュを書く。1956年、修士号を取得して学業を終え、 青少年向けの新聞、若者の旗で働き始める。カプシチンスキは1956年から1957年まで中国に駐在し、そこから記事を執筆。1年後、ポーランドの通信屋シロパーキングエリア P の通信員となり、その依頼でアフリカに行く。ポーランドに戻ってからは雑誌、ポリティカの編集に携わる。 1962年、またも PAP の仕事でアフリカに渡る。1967年、アフリカ駐在が終わると同時にソ連に出かける。この年は南アメリカにも出かけ、ここでも PAP の通信員として記事を送り続ける。その他にもアフリカ、アジア、そしてラテンアメリカと旅を続ける。さらに彼はポーランドの雑誌、コンティネンティ。 の顧問にも就任した。1994年、ダッドのゲストとして、ベルリンにも滞在している。2003年に、アストリアス皇太子上コミュニケーション及び、ヒューマニズム部門を受賞。2007年1月23日、ワルシャワのバナハ病院で、心臓手術の後亡くなった。サルマンナシュリは、カプシチンスキについて、その辺の泣き言や空想ばかり書いているジャーナリストの、 連中が何千人と束になってかかっても、カプシチンスキしたった一人にからな,ない。彼の行ったジャーナリズムと芸術の実に、見事な融合によって、彼の言うところの、決して表現され得ることのない戦争の実像に、我々読者はこれほどまでに迫ることができのだ。と書いている。カプシチンスキはこれまで何度も、ノーベル文学賞候補に上がっていたが、受賞することはなかった。 2006年にロイターの行ったインタビューでカプシチンスキはこれまでの著作はすべて世界について興味を持つに十分な若い心を持つすべての人々に向けて書いたものだと述べている。これはおそらく最も重要なことである。大学レベルの講義でカプシチンスキを紹介することによって学生たちは冷戦、独裁者、革命、そしてアメリカとソ連がこの世界に どう影響を及ぼそうとしていたか、について、別の視点を持つことができるようになる。カプシチンスキが亡くなった時、世界の報道は次のようなものであった。現代ジャーナリズムのマイスター。ABBC、世界の解説者。ドクシュ・ピー・ケルシ、世界で最も偉大な報道記者。ドクシュ・ピー・ケルシ、現代のヘロドトス。ドク・フランクフルターアルゲマイネツイトゥーン氏、第3世界についての年代記作者。 米、CNN 及びドクシュピーゲル。2007年5月27日、ニューズウィークのイゴールリチャーカに関する記事は、カプシチンスキが1965年から1972年、ないし1977年までポーランド、人民共和国の諜報機関と協力関係にあったと、報じた。以前にも、国家記名委員は、カプシチンスキが訪問した国やあった人物についての、 分析を行っていた。しかし妻のアリゼヤ・カプチチンスカによると、夫は当時のポーランドの情報機関である内務省情報部、SBA 外部協力者として名目として属することそのものには全くこだわってなかったと述べている。外国へ出て活動するジャーナリストなら潜在的な意味で情報提供者としての活動に関与するのはどこでも普通のことだからだと。 夫は話していたという。ポーランドの学者ベアタ・ノーワッカとジグムント・ジアテックがカプシチンスキーの初めての芸術的な伝記ラシャート・コッポスチャングスキーを書いた。2008年にはズナークによりビグラフィア・ピーサーザがポーランドで出版された。この本は2010年にスペイン語に翻訳され、2012年にはイタリア語にも翻訳された。 ウディネ大学のシルバーのデファンティ教授は2009年にイタリアでアーノルド・モンダ通りエディトーレ社から出版された書籍オペレのためにカプシチンスキの伝記をいたこの書籍は歴史上のあらゆる国のすべての主要な著述家を一つの全集に収めようとしたメディティアーニ総書の中の一冊として出されたものである2010年にはアルトゥールド・モスワフスキにより コッポスチャングスキーノンフィクションがポーランドで出版された。カプチンスキーのカフ・アリツヤ・カプチンスカは、この出版に対し、名誉毀損とプライバシーの侵害にあたるとして、差し止め請求の訴えを起こした。ノーワッカとジアテックが、リテラチュア・ノンフィクションという本でドモスワフスキーの非難に、対する反応を示した。ジータニー・キャプチンスキー・ゴポ・ドーモスロースキムは、2013年に、 シレジア大学出版局により、ポーランド語で出版された。ノーワッカとジアテックは、カプシチンスキが話をでっち上げ自身の武勇伝を作ったというドモスワフスキの非難や、ドモスワフスキによるつかみどころのない話や骨合主義に反対し、ドモスワフスキによる厳選され変更したカプシチンスキの人生の知識の使用、文学ルポルタージュの理解の欠如、文章と引用文の巧みな操作。 数多くの事実や技術に関わる間違いについて指摘した。2013年、ドモスワフスキの本の出版社が、アリツヤ・カプシチンスカと彼女の娘に謝罪した。2015年5月、ワルシャワにある裁判所が本の修正を命じた。さらに同裁判所は、ドモスワフスキがカプシチンスキの未亡人に謝罪すべきだと判決を下したが、2015年8月に、同裁判所は、 ドモスワフスキはカプシチンスキの娘に対しては謝罪する必要がないと裁定した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。